はい。クバネテスをスパイアのデータストアとして使うっていう LT をしたいと思います。石澤です。今日はちょっと事情があって所属は隠しますが、エンジニアをしております。はい。ちょっと宣伝、ちょっとだけ宣伝を。今週入門プロメテウスという本が発売になります。これプロメテウス使っている方には超おすすめのいい本です。レビューに参加させていただきましたので、興味がある方はぜひご購入ください。あと先月、みんなのどっかクバネテスという本も発売になっています。こちら、僕も執筆に参加させてもらったものなので、こちらもよかったらぜひ手に取ってみてください。はい。皆さん、スパイアの話を聞いてですね、ちょっと俺も動かしてみたいなって思った方、いますかね？あ、います。あ、よかった。います。で、僕もそう思いました。クバネテスで動かしたい、スパイア動かしたいなと思ったんですよ。で、僕のクバネテスクラスターはあのラズパイみたいなやつで動いてて、家にまあマイスケールとか持ってないんですね。でもこれ図見るとデータ SQL データベースって書いてある。これはつらい。いやちょっと待てよと、待てよと、スパイアのデータストアはプラグアブルになってるし交換可能だと。で、僕一応、クバネテスクラスター持ってるんですけど、データストアも一応持ってると、運用してます一応。エトセディお前だ僕はエトセディ使いたいと。で、いやさらに待てよと、キューブ API サーバー、クバネテスの API サーバーですね、ラベルでアグリゲーションできるじゃんと、これだ、ゴールデンウィークに思いました。で、作ったのがクバネテスをデータストアとして使うスパイアのデータストアプラグインです。で、こちらを使えばですね、スパイアのバックエンドにクバネテスが使えると。つまり、これ SQL データベースもういらない。やったすごい。で、どうやってやってるかというと、クバネテスにはカスタムリソースっていう、要は独自に定義したリソースを保存できるんですね。でスパイアのデータをそこにこう突っ込んでみるっていうのをやりましたと。まあ、だいぶ実験的な感じですけど、とりあえず動いてる。で、ミニクーベで使うとなると、こんな感じなんですけど、ちょっとこれいろいろなんかオプションあるんですけど、これはさっき出てたサイティール社のおすすめオプションで一応入れてるんで、ちょっといろいろ入ってるんですけど、こんな感じで起動し、ミニクーベ起動します。で、このスパイアプラグインデータストア、クバネテスリポジトリにある CRD っていう、要はカスタムリソースを自分で使いますよって定義を流し込んで、で、プラグイン入りのスパイアサーバーを起動して、スパイアエージェントも起動する。そうするとこれデバッグレベルなんで、もうパッと見よく分かんないですけど、まあデータストアがクバネテスのやつが動いて起動したと。で、エージェントが動いてるんで、さっき言ってたノードアテステーションがちゃんと動くんですね、起動した直後に。で、その結果を見るには、普通にキューブ CTL ゲットってやると結果見れるんですよ。アテステッドノーズっていう、カスタムリソース追加してるんで、これをゲットしたら、ちゃんと、パッと見ても何のことやら分かんないですけど、スピフィ ID 出てますね、これ。エージェントのスピフィ ID 発行されてると。こんな感じで動くんで、クバネテスでスパイアを動かしつつ SQL データベースは管理したくないっていう方には、ちょっともしよかったら使ってみてください。で、さっき宇佐美さんとかの話にもあったんですけど、これやった後にですね、おや待てよと、キーマネージャーってやつがいるぞとこいつファイル持ってると思ってこいつのせいでクバネテスを安易にこう消したりすると認証できなくなるっていう問題があって、次はよし、キーマネージャーもカスタムリソースで管理してやろうって思って、ゴールデンウィークが終わったっていう感じです。ちょっとどこまで本気でやるかは分かんないですけど、乞うご期待。はい、以上になります。ありがとうございました。